川さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。いかがでしたか、今日は。全く丸腰で何にも準備してこないで来たんで、今日はなんか取り留めもない話で終わっちゃったんですけど、すいませんでした。いや、とんでもない。次回はちょっといろいろもっと仕込んでご用意思います。はい、丸腰で言ってもあんだけ知識があってね話ができるという、うん、一番大変だったその誘致の時に、うん、思い出みたいなものを今日も聞けたらなと思ったんですけど、うんうん、あのなかなかほらなんていうの、相手もいることなんで、うん、店名も出せないかもしれませんけど、うんうん、なんかありますか、そういうエピソード。最初開店の前の時はさっきもちょっとしゃべったんですけれども、あの信用してもらえなかったんで、まだまあ、あのできてないから施設が、はい、で、あの要はお店も厨房もみんなこちらであの用意して作りますから、うん、どうぞ来てください、そんなあのいいうまい話があるもんかいって言ってそうですね、やっぱ詐欺師呼ばれやっぱりされたり、北方なんかみんな詐欺師が回ってるからってお触れが回っちゃってみたいなねこともあって、そこでなんであの大安食堂は受けてくれたんですかね。えなんでですかねねえ後から聞かないですか、なんで受けてくれたの、なんか熱心だと思った、でも詐欺師だと思ったって言ってましたよ、あ、はい、最初、はい、食べなきゃいけないからですね、うんうん、これがやっぱり博多だったら何か何軒か回れそうですけどね、博多だったらね、博多最初行った時は日中5軒行って、はい、でちょっと一休みしてから一杯飲もうかっつって一杯飲んで、はい、で、はっちゃんが夜9時からしか開かないから、はい、9時からはっちゃん行こうっつって、はい、で、はっちゃんで衝撃を受けて替え玉3回くらいしましたね。そんだけ食べてんのに ね, ねでも、まあ、まあね、でも食べられるんです、博多は燃料が少ないから。でも東北とかね、はあ、札幌ラーメンきついですね。きついですね、札幌ラーメンきつい。スープも濃いから、スープも濃いし、麺もやっぱり消化ね、熟成してるああいうちょっとふわっと硬い麺だし、うん、まあ麺の量も多いし、うん、辛いですね。で、よしゃいいのにでもしょっぱいからってご飯頼んだりするんですよ余計ね。確かに、あのオープン前の誘致の時って、うん、小川さんと館長の2人だったんですか。いやいや、他にもいたんですか。いました4人。あ、4人いたんですよ。あとは、外部のそのあのサポートしてくれる人もいたんで、あ、そうなんだ。で、いろいろ手分けして最初からちょっと食べてそれなんか誰かが食べてここ良かったよって言うと他の人もそこ食べに行って、おお、これいいねって声かけようかっていうような流れですね。あ、じゃあ声かけるかどうかは結構みんなの意見を合わせて、みんなの意見合わせてですね、はい、なるほど。最終的にはやっぱり館長は、うん、じゃあ行こうか、いや、やめとこうとか、あの小川さんが掘り出したというか、ええ、小川さんが肩入れをして誘致したお店ってどこなんですか。レギュラー店はないですが、レギュラー店はないですね。で、井出商店が、はい、期間限定で入って、その後またレギュラー店化で入った時なんかはあの、まあ、僕ですね、レギュラーにしようと、ええ、うんうんうん、それの期間限定の時もすごい良かったんでしょ。そうです、すごい行列で、あれはあの石上くんの紹介したタイミングと合致する。そうちょうどその頃、うん、あそこで和歌山ラーメンってなんか一気に認知された気がしますよね。でね、結構構造的にはなんかこう火付けの構造がよくできてて、うん、意識したわけじゃないんですけど、ラーメンのことはみんなラーメン博物館に聞いてもらうようにしようよって言って、うん、でテレビの番組とか雑誌の特集とか結構みんな聞きに来てたんです、うん、どっかないですかって、他で紹介してないのとこないですかとかいろいろで、そこに、今度僕たちはご当地を仕掛けたいから、そこに多分今度和歌山ラーメン多分来ますよ、いいですよって言って、うん、情報をこうやって挟ん でメディアの人にこう盛り上げてもらって、でラーメン博物館出店っていう時になんか皆さんが取材に来てもらうような、なんかサイクルがやっぱり
があって、渡辺さんの認識としてね、うん、ご当地ラーメンって言葉だったり、うん、文化って、うん、やっぱりラーハクが先導した部分って強いのかね。僕はそう思ってたんだけど、強いんじゃないかな。ねえ、うん、もちろんその前にご当地ラーメンって言葉がなかったでしょ。ないよね。なかった。誰が言い始めた。それこそ全国のラーメンボームあったけど、うん、ねえ、生み出すっていうか、そのご当地なんだっけ、なんとかラーメン機構みたいな、なんかイベントじゃないけど、シリーズ横浜着全国ラーメン機構。あ、そうか、はい、あ、そこにはご当地って言葉入ってないのか。入ってないです。でもご当地ラーメンっていう言葉あったですね、その時には。あ、ラハクで作ったって認識はないんですか。別にないっすね。その後のご当人ラーメンっていうのは僕が言い出した。ああ、ご当人ラーメンね、はい、ご当地があるからご当人で、うんうんうん、ご当地ってどっから出てきたんだろう、ね、ちょっと気になるね、うん、うん、多分メディアとかで多分そういう言葉使ってたんだと思いますけど、うーん、ご当地グルメとかって言葉があった。ご当地グルメって多分もっと後な気がする。ご当地ラーメンの先のようなイメージだよね、うんうん、そうだよね、うん、あ、俺てっきりラハクが考えた言葉なのかと思ってたご当地ラーメンね。いや、あ、でもこれちょっと館長にも今度聞いてみようかな。あ、でもなんか館長、そうだよ、うちだよって軽く言いそう。言いそうな。でも、でもなく言いそう。でもそう考えたら、いっぱいこう、ラークから出た言葉って、ね、背脂チャッチャーなんて北条さんだしね。うん、うん、そうっすよね。あと、ドトンコツ。ドトンコツは小川さんでしょ。僕、え、背脂チャッチャーって。北島さんが言い始めた最初ね。あ、え、そうなんだ。うん、背脂ちゃっちゃけって言って、ドトンコツは小川さんですもんね。あの海流が出るときに考えたり、あのラーメンは鶏ガラ豚ガラ人ガラって、あ、まあ竹内さんですね。さん、そうですね、うん、ちなみに今度話したいテーマって何かありますか。ちょっとまだは、話が成立する可能性はちょっと分かんないですけど、うん、あの海外のことをなんかちょっと話してみたいですね。うん、ああ、そうですね。海外にどういうふうに日本のラーメンが広がっていって、うんうん、僕海外にご当地、海外のご当地ラーメンができていくんじゃないかなと思って、これから、はいはいはい、なんかそんなような可能性みたいな話を、うん、こうアフリカだったらキリンで、すごいな、ね、うん、こんな太いあの、うん、骨で取るとかね、うん、どんな鍋で炊くんだそれね、うん、でもなんかそんな風になって、こうラーメンがもう横文字の、うん、ラーメンって、うん、普及していったら、なんかまたどんどんなんかまた進化していくんじゃないかな、うん、逆輸入のものがあったり、はい、そんな話してみたらなんかちょっと楽しいなと思って、はい、出ます。わかりました、はい、また次回もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。やっぱいいね、こういうあのラオタ話っていうかさ、はい、そうそう、の方が僕は楽しいなと思いました。ご当地で食べてないところが島根、あ、てか行ってないのが島根と高知と宮崎と鹿児島、はいはい、うん、鹿児島は意外な感じがします。うん、なぜですか。なんだろうな、まあ、宮崎にも当てはまるんだけど、うん、九州行こうってなると、うん、福岡と熊本と大分に行っちゃうの、うん、はいはい、まあ、あと佐賀もそうだけど、うん、そこでお腹いっぱいになっちゃう。そう、うん、なんか、うん、比較しちゃうのかな、うん、うん、鹿児島、うん、うん、うん、鹿児島って最初案が出てもでもさ、鹿児島行くんだったら福岡行きたくないとか、だったら熊本行きたくないとかってなっちゃう。ああ、わかる。なっちゃっていつもそんな感じ。ああ。来週も福岡食べる。おお、いいですね。来週？行ってきます。何日から？25。僕26からいますよ。今回はどこを攻めるんですか？南側。ああ、久留米とか大牟田とか。ああ、大牟田か。ああ、いいっすね。じゃあ夜中の八ちゃんラーメンでもご一緒しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。いかがでしたか今日の話は。
やっぱり小川さんは面白いですね。あの話し方が、はい、うん、はい、すごい聞きやすいというか、うん、面白い。ちなみに田中さんは、はい、長崎ちゃんぽんはラーメンだと思いますか？あ、その話も面白いですね。いや、ロック、ロックかロックじゃないかみたいな。そういうことですね。そう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 。これはロックじゃねえよとか、うん、これはラーメンじゃねえよみたいな、うん、なんか そんな感じで面白かったんですけど、ああ、そうだよ、長崎ちゃんぽんは、まあ、ラーメンですかね。でも、分けづらいけど、いや、その辺が、これだけの重鎮が、分からないってなると、それはこうね、いや、違うんですよ。この人たちはやっぱりラーメン側の人間なんで、はい、ラーメンが偉いと思ってるんですよ。ね、長崎ちゃんぽんなんかも下に見てったら、そういうことなんですよ。いや、でも、まあ、その、今一個ね、まあ、思ったっていうか、小川さんもちゃんぽんに含める理由の一つとして、結構、福岡とか、佐賀のラーメン屋さんにちゃんぽんが置いてない？ある、ある、ある。長崎とか行っちゃったら、まあ、中華料理屋さんか。結構さ、長崎ちゃんぽん専門店じゃないじゃん。うんうんうん。ラーメン屋さんの一メニューとしてちゃんぽんがあるから、うんうん、やっぱりラーメンって見ちゃう部分もあるのかなっていう。ちゃんぽん食べ終わって、替え玉ラーメンの麺で替え玉するもんね。あ、え、じゃあさ、サラうどんは？そうそう、だからサラうどんはね、ラーメン屋さんでちゃんぽん出してるところに、サラうどんはあるのかないのか。なければ、うん、ラーメン寄りでラーメンって感じなの。ある店もあるんですよ、うん、あるね。だってうどんピカイチなんか あるじゃないですか。サラうどんは、え、じゃあピカイチはラーメン屋なの？あれ、いや、ちゃんぽん屋。でもラーメンもあるじゃん。ラーメンもあるけどちゃんぽん屋。わかんない。ちゃんぽん屋ピカイチは。サラうどんはラーメンですか？サラうどんはラーメン、うどんだよ。そんなことはないね。そんなことはないだろうけど、はい、沖縄そばはラーメンですか？あれもラーメンじゃないですか？丼でつゆが張ってたらラーメンですよ。うん、うどんはうどんでしょ？ああ、確かにね。ほら、うどんと沖縄そばとどう違うんですか？なんで沖縄そばはラーメンなんですか？沖縄そばだったら、違う、うどんはなんでラーメンにならないで沖縄そばはラーメンになるんですか？なんで、なんでみんな、ん、うどんはうどんでしょ？うどんはうどん、いや、でも沖縄そばはた麺がやっぱりほら福建流れの麺だから、あ、ちゃんぽんもそうだし。なるほど、はい。結局中国か。でもうどんも言ったら大陸から来てるんですよ。うどんもね、はい、へえ。だからロックとプログレみたいなもんですよ。ああ、ロックと、ジャズがあってプログレッシブロックがあるみたいな感じですよ。沖縄そばだからあれじゃないですか、うどんジャンル、うどん系の人に聞いたら、あれはうどんだって言うかもしれない。でもそれはあるかも、うん、そのベースとなってる食文化、うどん界隈の人は、うん、あれはうどんの派生系みたいに言うのかもしれない、ね、うん、ラーメンももともとうどんだって言ってるかもしれない。井上君に聞いてみよう。井上君に聞いてみよう。ラーメンもうどんの一じゃないですよ。さらに聞いたらね、またそうかも。そうか、ってことは井上コンも、うん、ラーメン食べてるようなふりをして、うん、どん食べてる、うどんの、うどんの派生系のものを食ってるぐらいの認識で食ってるかもしれないな。うどん側の人間ですからね。そう、そうよ。まあ、そんなわけでご当地ラーメンの回は、うん、また、違うね、ゲストというか、はい、そうやって語れる、違う視点でまた語れる方を呼んで、うん、やれたらいいなと思いつつ、これなかなか難しいんだけど、そのなんか、絶滅危惧のご当地ラーメンを背負って頑張ってる人とかね。いや、でもそれこそ、じゅんさんとかでもいいし、うん、なんかそういう実際の、うん、
まあまあ陽介さんでもいいんだけど、うん、ご当地ラーメンを実際に現地で頑張ってる人に今度は、うん、ね、今までその山口さんにしても小川さんにしても僕らもそうだけど、うん、なんか客観的にというか、うん、よそから言ってる話なんで、そうね、うん、実際にそのご当地でご当地ラーメンとして頑張ってる方に今度お話を聞けたらなと思っております、うん、というわけで皆さん来月もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。